まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。ただいま開店いたしましたふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店の一品を一番詳しい担当者をゲストとしてお迎えし、その誕生や今に至る歴史を語っていただく地元の物産情報番組です。4月26日の水曜日、 FM 担当のスタジオから生放送でお送りしております。それでは本日出勤しているメンバーを紹介します。主任の鶴さん。はい、こんにちは。炭酸飲料の缶を開けるときの音。はい、鶴本舗より出向しております。はい、物産ローカルアイドル、いただきまゆさん。物産ローカルアイドルって何ですか。ちょっと端折りましたけど。省略してるだけなんですね。はい、こんにちは。地球上に男は何人いると思ってるの。35億。いただきです。はい、一人だけ機材使って必要だなと思います。FM 担当より出向しております、いただきまゆさんです。いや、使えるものは使っとこうっていう精神ですよ。です、ね、はい、それでは皆さんお待ちかね、アルバイトチーフ瀬戸山さんです。はい、こんにちは、どうも。はい、ではあのトゥルさんではございませんけれども、缶ビールの開ける音、プシュ。卑怯だな。多分観光もてなしから出向しております。はい、観光もてなしから出向してます。すいません。はい、そして私主任の内田です。コーヒー屋より出向しております。よろしくお願いします。はい、皆さんがちょっと変なモノマネをし始めたので、まっすぐちょっと私が調整して、はい、フリートークに入りたいと思います。一番卑怯じゃんっていう話ですよ。はい、本日のメイン MC 和菓子会の風雲児鶴康弘さんです。やりにくいね、あなた。はい、どうも。はい、どうも、鶴康弘さんです。今週は本当は落ち着いて気楽にやろうと思ってたんですけど、すんごくやりにくいのね。まあ、先週はね、はい、山田さんとか田中さんとか本当にすごくね、賑やかな回でしたから、今日は本当ね、もう内田さんと2人とか、まあ瀬戸山さんも入れてしっぽりと喋るんじゃないかと思ってましたけど、はいはい、なんか出だしからなんかふわふわすることもなく、そうですね、なんか勢いの安定した、はい、缶ビールと炭酸飲料を開けるかぶり。そう、まさかのかぶりですね。ね、はい、じゃあ内田さん何開けますか。そうです、私ですか。うん、じゃあペリーが黒船から来た時の、はい、来た時に見た日本のモノマネをします。はい、はい、どうぞ。あ、ペリーだよ、ここ日本だよ、ラモスだよ、以上です。瀬戸山さん、あのここはとりあえずあのちゃんとまとめてもらっていいでしょうか。どうまとめるんですか。ラモスだよ、処理しとってもらっていいですか。はい、すごい真面目なモノマネでしたね。はい、もうまた、本題の方に戻ってよろしいでしょうか。はい、まあ、先週ね、山田さんとか本当田中さんが来られたのもは、はい、20日恵比寿の告知でしたけども、はい、実際行きました。20日恵比寿、いや、ちょっと行けなかったですね。行きました。はい、ラモスさん行ってないです。行ってないですか。はい、いただきさんはちなみに最後だけ、本当終わりがけに、日曜日のもうステージイベントも終わりがけの頃に行きました。ね、じゃあ夜行きました。はい、終わって夜行きました。はい、あそこら辺近辺通ったちゅうことやろ。そうです。それ新銀座のあたりではないんですか。新銀座を通過したあたりぐらいを、はいはい、行きました。あ、本当。はい、じゃあ全然行ってないんですか。じゃあまあとりあえず終わっていきましたね。はい、あのマグロの解体はしに行ったんですか。そうですね、人気でしょ。人気ね、ちょっと怒られそうだった。はい、はい、あ、じゃあ代わりの人を出したんですか。です、ね、鶴さん、あのコスプレしたんでしょう。そうそうです、あの七福神 の、はい、あの、はい、コスプレをして、あのなんだ、夢タウンの方にあの、はい、歩いたんですよ、土曜日に。はい、あの七福神の人とひょっとこ隊を連れて
鶴さんは、はい、私夫人の中の一人、名前分かりませんけど。分からないそれ大事なやつじゃないですか。そうそう、大黒さんとか恵比寿さんとかあるよね。あ、そう、違いますね多分違ったんじゃないかな、ね。まあ、そのコスプレをして、はい、あのあステージも立ちましたし、はい、あのけあ午前中いっぱい歩きましたね。あのうまい棒を持って皆さんにあの渡しながら。さすが、そうでしょ、未来の大牟田を担う男。うん、けど名前知らないんですからね。鶴まさお、惜しい、あと一声鶴やすゆき、惜しい、あとちょっと、もういいですいいですか、はい、はい、という安弘でしたけども、はい、すいませんねまあそういうことで、で私はあの土曜日の夜に飲みに行ったんですよ、はい、会わなかったですね。 あれ日曜日にいたんでしょ。土曜日です。あ、土曜日いたんですか。はい、はい、で土曜日にあのせっかくなんでとりあえず飲みに行ったんですけど、はい、寒かったんですよ。あ、土曜日の夜って寒かったですね、すごく。でビールをちょっと飲みに行こうと思って行ったんですけど、はい、寒すぎて、はい、あの一杯ビールを飲むのにすごく時間がかかり、そんなにもういらないよねと思いながら、なんですごく日中はすごく暑かったんで、はい、すごく良かったんですけど、あの日の夜はものすごく寒くて、はい、なんでなんか食べ物を買ってビールを飲むのもちょっとしかできなくて、はい、なんでまあそれだけ、でしたけども、廿日恵比寿には行きました。以上です。いいですか、起きてますか。はい、起きてますね、はい、でそういうことで、まあ鶴さん、落ち、あ、落ち、はい、私が、七福寺になったということで、その名前はわからないと、はい、よろしいでしょうか。さすがメニュー、 ありがとうございます。でせっかくなんで、まあ、これだけあの多分誰も言ってないんで、はい、あのこれ以上話は触れませんので、はい、せっかくなんで、まあ、今週の、土曜日からゴールデンウィークになりますよね、はい、確かゴールデンウィーク土曜日からですよね。そうですよ、 GW です、 GW です、はい、だけどあの私ゴールデンウィークを過ごしたことがないので、あの家、はい、ね、お菓子屋で生まれて今までずっとお菓子屋だったんで、はい、ゴールデンウィークというのをあの満喫したことがありません。そうですね、私もまあ自営業なので、ね、なので、まあ、あのゴールデンウィーク自体満喫したことございません。ございませんと、はい、いうことで、ちょっと市の観光おもてなし課の瀬戸山さんに、はい、やっぱゴールデンウィークせっかくだったので大牟田のおもてなしをしていただきたいなと思いまして、大人のですね、大人の大牟田ゴールデンウィーク、あの、まあ、ゴールデンウィークに、そうですね、あの大牟田市動物園の方では3日から、はい、7日まで中学生以下の方を確か入場料無料にしてたと思います。はい、まあ、確かと言いました、はい、いきなり振られましたんで、うん、不確かじゃない、不確かな状況でございます、はいはいはい、それとですね、3日から多分5日の日までなんですけれども、はい、大牟田駅の東口からシャトルバスを、大牟田市動物園まで運行する予定になっております。はい、はい、以上です。あのドンタクに出るんじゃなかったですかね。そうですね、あの大蛇山がドンタクの方に出ます。ジャーボーでしょ、ジャーボー、そうそう、ジャーボーも行くみたいに言ってましたよ、はい、ジャーボーも、あ、行きますね、あの公式キャラクターのジャーボーも、ドンタクの方に行く予定になってます。へえ、3日と4日、3日と4日、いや多分3日だけだと思う。3日だけですか、はい、FM 担当からはサチさんが行きます。おドンタク、ジャーボーの中に入ってるすごく大きいジャーボーになるかもしれないねじゃあ大牟田、そうですね、あとはその3日の日に長洲の金魚祭りの方に、それ大牟田じゃないけど大丈夫、まあ、あのそうですね、まあ、出店、はい、しますね。3日の日ですか。3日の日ですね、まあ、ゴールデンウィークはですね、どこでもまあ混雑するので、はい、そうですね、はい、まあ、あの公共の交通機関を使ってですね、はい大牟田も、はい、行ってもらうと、そうですね、やっぱそうですね、あの、いや確かにですね、あの動物園の前は毎年大渋滞になりますので、はい、ぜひあの公共交通機関を使ってあの来ていただきたいと思います。公共の交通機関を使って、はい、どうか、なんか雪氷かなんかが今あれでしょ、1年経って熊本の方から来て、熊本の方から、ね、あのお借りしてる雪氷という、いつまでいるんですか。いや、これはいつまでってまだ決まってないはないんですか、ね、今の動物園の一番のその人気は雪氷でいいですか、どうなんでしょうね、ちょっと自分動物園担当ではないんで詳しいことは分かりませんけれども多分まああの子供さんあたりに一番人気があるのはやっぱりあの何て言うか、モルモットあたりの、まあ、あのが人気あるかと思いますけど、
というのはモルモットは、はい、左に抱いたりしてて触れ合いができますので、うんうん、子供さんあたりは、まあ、猛獣よりかそういった触れ合いができる動物の方が、うん、猛獣ライオンとか今ちょっと調べましたね、はいはい、大牟田市動物園は中学生以下の方入園無料の日が5月3日水曜日の祝日から7日日曜日まで、7日日曜日まで、はいはい、そして5月3日からその同じく7日までの期間中は、はい、朝9時30分から夕方6時まで通常より1時間営業時間を延長するそうです、はい、これ確かな情報です。これありがとうございます。シャトルバスは5日までですかね。あのねリスザルの絵があるんですよ、入り口にリスザルゾーンの、はいはいはい、あの絵が子供みんな怖くて、うん、なかなかみんな躊躇するリュックをね噛まれてる絵とかね、うん、耳とかでもねなんかねいたずらされてる絵がね怖くてみんなね、うん、入れてないです。あれ絵のタッチをでもうちょっとこう可愛くした方がいいですよね。リスザル今要望だよね、死に対するね、はい、シャトルバス、無料シャトルバスなんですけど、はい、5月3日水曜祝日から5日までの3日間ですね、大牟田駅の東口および大牟田中央小学校から運行するそうですよ。はい、ぜひ、はい、ありがとうございます。皆さん、はい、おいでくださいまし。今大牟田市動物園かなり人気なので、はい、駐車場が足りなくなる恐れもありますので、ぜひこういうね公共の交通機関ご利用ください、うん、はい、以上です。じゃあここで一旦曲の方に移りましょうか。さすが流れるようなメニュー、ね、ありがとうございます。神々ですけどね、はい、お願いします。毎週水曜午後2時ヤンヨカとこヤンヨカもヤンヨカ情報ヤンヨカ人が紹介するふるさと大牟田屋、お得なプレゼントもご用意します。ぜひ聞いてください。ありがとうございました、この曲の紹介を内田さんお願いします。はい、この曲の紹介はですねいつもこのふるさと大牟田や、はい、このラジオ番組を録音していただいている、はい、江頭さんという方がいただいたアルバムで、はい、ぜひ紹介したいなと思いまして、はい、紹介します。1977年発売されたスローハンドというエリック・クラプトン先輩のアルバムですね4曲目のあのネクストタイムユーシーハーネクストタイムユーシーハー、はい、えい、ちょっと小杉さんみたいな人がいましたけどそういうことですね。そうです、77年のすごいいいアルバムだなと思って、その江頭さんいただいたんですよ私、はい、このラジオで、はい、エリック・クラプトンの曲を流したら、うん、クラプトン好きだろうって言って、はい、いただいたんですよ、うん、すごいいいアルバムで、はいはい、ぜひ紹介したいなと思って、この番組を録音していただいてるっていう、そうですね、はい、すごい立役者ですね、はい、もうぜひ紹介しないとと思って紹介してます。で、聞いたのは今日車の中よ、ね、うん、毎日聞いて、毎日聞いてんだおーおーよかったよかった、まあ、ホットなね、いや、エリック・クラプトンは高校の先輩かなと思ってましたけど、クラプトン先輩はもう身近だからですね、うん、はい、本当ですか、はい、もう僕と言ったらもうクラプトン、ロックかな、ロックか歌舞伎かなっていうジャンルにはなってロックか歌舞伎かなというところでね、はい、まあ、この曲を紹介していただきましてありがとうございました、はい、どういたしまして。じゃ あの後半に移っていきたいと思いますけども、はい、あの昨日ね柳川の中山の大富士を見に行ったんですよ。ちょうど柳川の方にちょっと行ったので知ってます中山の大富士知ってますけど、うん、昨日今ね大富士祭りがあるよとよ、はい、ね、28日まで、うん、明後日まで。開花状況はどうでした、はい、開花状況は、開花状況はもう、今ね8割方っていう、ちょっと遅いらしいんですよ、まあ、うん、あ、でもまだ満開までにはなってない、行ってないけど、あの今今度の金曜日までその祭り、出店とかいろいろ出てて、それを見に行ったんですけど、すごい毎年行ってるんですよねこの時期ずっと会ってますので、なので、あ、綺麗だったなということのお話をちょっとさせていただきたいなと思ってまして、まあゴールデンウィーク、まああと今日はちょっと難しいと思いますけども、あの明日明後日ぜひ行かれる方がおられたら行ってみてはいかがかなと思いまして、
ちょっと話をさせていただきましたけどもいいですか、はい、大丈夫ですか、あのせっかくなんで、まあ、5月5日も近い件、はい、あの鯉のぼりとかを最近見ないなと思ってて、はい、こうあのね、車で通っててもあんまり鯉のぼりを見る機会っていうのが少なくなってきたかなと、実際自分の家では鯉のぼりをあげてましたので、あの実家の、いや、まあ、家の、ね、家の庭にちっちゃい時から、僕がちっちゃい時におじいちゃんがずっとあげてくれてて、鯉のぼりをずっとあげてたんですよ、はい、ね、だけどほら内田くんのとことかもうね、お子さんがいるじゃないですか、男の子のプライベートの話とか割り割り割り、なんかあげてんのかなとか。そうですね、もう鶴さんが先週あんま喋ってなかったんで、はい、今週よう喋るな俺ね先週ね、はい、あの測ったら50秒だったよ、はい、俺の出番あの鶴さん、ま、全然話してない、うん、そうそう、入る隙がなく、はいはい、あの今鯉のぼりの話が出ましたけれども、はい、実はですね三河港、はいはい、の方に今、はい、あの100匹ぐらいの鯉のぼりがあの泳いでます、泳いでます、はい、はい、あの、まあ、なんていうんですかね、あの100匹ぐらいの鯉のぼりを、うん、あのロープを張って、はい、垂らして、土曜日日曜日祝日、はい、ですから、あの沿岸道路、まあ、かわいいピチピチのギャルだよ、デレデレね、沿岸道路から見るとちょうど見れるかなと思いますけれども、はい、すごいオーディエンスがね、オーディエンスがかわいいオーディエンスでした ね、 で、 ね、うん、で、今三河港の鯉のぼり、鯉のぼり、確かな情報ですか、確かな情報、はい、沿岸道路で車で走ってると見えるんですよ、ね、あ、見えます ね、 ね、私も見ました、見えますよね、なんで、はい、すごい綺麗ですね、一瞬で100匹100匹100匹って話です、ね、はい、でその話からいくと、あの今岩本橋、荒尾の岩本橋ですかね、鶴、はいはい、さん荒尾好きですよ、ね、好きです結構走ってます、はい、でそこにも鯉のぼりがあの今あの泳いでて、はい、結構綺麗ですよ、そこは近くて、三河港と岩本橋と鶴さん家そう、まあ、うち娘しかいないので、あ、プライベートなことなんで、あ、そうそう、申し訳ない、はい、メイン MC のローカルスターにプライベートの話を振ってしまった申し訳ないすいません、なんかその泳いでる鯉のぼりっていうのはもうお子さんが大きくなられて、はい、もう飾らないよっていう方々のご寄付ですよね、ですよね、はい、うん、今ほらマンションタイプとかアパートタイプとかも、うん、壁にこう設置できる鯉のぼりもありますからね、はい、コンパクトサイズも、ね、コンパクトサイズありますよね、うん、このね少子化でですね、はい、はい、あの今神棚さんとかもコンパクト、あの壁掛けのおしゃれとね、うん、そうそうそう、おしゃれなやつがあったりしてね、うん、これ何かなってこう開けたら神棚だったとかいうね、はい、はい、で仏壇もですね、お、さすが入ってきましたね、仏壇もあの小さいやつが最近団地サイズというかマンションサイズありますよね、はい、はい、はい、よろしいですか、 で、 で、あのこの流れからいくとどう今何を喋ってたのかなと思うんですけども、はい、あの佐賀に川上橋というところがあるんですよ、知ってますかね、佐賀、佐賀ですか、今度は佐賀ですあの私が大学時代佐賀に住んでたっていうこともありまして、はい、佐賀 の、 あの大和インターから三瀬の方に行く道のところに、はい、あの竜頭園っていう大きなホテルがあって、その前に川が流れてるんですよね、はい、そこに、はい、そこに川上橋というところにあの九州で多分最大級の鯉のぼりが泳いでいる場所があるんですよ、はい、でそこはあの川その時期だけなんですけど、はい、船でその鯉のぼりの下を、はい、あのなんか見て見れるその船があって、そこで見ると橋の下と鯉のぼりを下からずっと見れる15分間ぐらい見れるような感じになってるんですね、はい、そうです、なんであのとても綺麗で、多分ものすごい、はい、多分300、400ぐらいの鯉のぼりがいますので、はい、多分大分かなんかとそこが多分一番多いという情報なので、はい、ぜひあの今5月5日まではその特別に船が出てますので、はい、下からも見れるというような状況で、はい、ちょっと綺麗なんで、すごい綺麗な、まあ、こういう上りの景色が見れるという見れる、はい、あの子供さんとかも結構多いので、はい、ぜひぜひ、そうです、ね、プライベートなことですけども内田さんも子供を連れて、はい、はい、まあ、あの鶴さんから荒尾と佐賀のホットな情報をいただきましたので、でそろそろ大牟田市のお出かけ、はい、というそうそう、お出かけかなとかいうのもありますね。ちょっと大牟田から外れたんじゃないですかね。
え、で大牟田市のこうホットな情報を今から配信しましょうか。ね、おもてなしか、はい、ホットな情報急に売られても何がある。さっき動物園の話をしましたので、まあ、あとはまあ瀬戸山さんのプライベート。そうですね、あのね、今年のプライベートなゴールデンウィークの過ごし方。俺あのプライベートの話したくないけん、いてあの、はい、勤務時間中に出演してるけん。ああ、そうなんですね。はい、では内田さんゴールデンウィークどう過ごしますか。お仕事でございます。お仕事ですか。はい、私あの福岡の方におります。おお、はい、あのどんたくの、はい、まああの某百貨店、はい、まあ、経由の、まあ、はい、パサージュ広場ってあるんですよ。エルガーラパサージュ広場、はい、のステージがあるんですけど、はい、博多どんたくの、はい、そこにミュージシャンとかが、はい、まあ、日替わりで来て、そこに、まあ、カフェスペースをちょっと作りして、はい、345とおります。じゃあ FM 担当を聞いたという方にはそうです、ね、コーヒーいっぱいプレゼント、コーヒーいっぱいを、はい、プレゼントいたします。じゃあぜひね、あのどんたくに行かれる方は、もしかしたらあの、はい、ダイヤモンドどんたく隊が押し寄せてくるかもしれませんけど。あ、そうなんですか。ちょっとあのね、周りのこうお店が大阪のなんかシュークリーム屋さんとか、はい、いろいろ蜂蜜屋さんとかいろいろ並びがあるんですけど、はい、大牟田市色はもう一切僕消してますから、ね、都会感を出してるわけですね。そうです、あ、まあ、あの都会感を出しつつ仕事してます。じゃあぜひね FM 担当聞いたと言って、はいね、コーヒーいっぱいいただいて、そうですね、どんたくを楽しんでもらいたいなと思いますけども、はい、ぜひお越しください。まゆみさんはゴールデンウィークは。私普通に放送があるので、はい、3日5日は仕事です。お、でどっか行くとかそういうような予定は全くないです。全くない。なんか頂きさんナチュラルメイクになりませんでした。薄いと。そうです、なんか今日ナチュラルメイクで、ナチュラルで、はい、雨で落ちただけかもしれませんよ。涙で、涙で、はい、もう泣かされまくりで。環境がですか。内田さんに泣かされまくりで。僕そんな感動すること言ったかな。ポジティブ。もう前がねワイパーで見えない。はい、めっちゃ感動するやん。この流れでいいですか。はい、はい、いいです。よろしいです。鶴さんは連休はお仕事ですか。お仕事ですかね。なんかイベント催事とかに出展。もう本当に29日のその草木八幡宮の販売に行くのと、あとはもう本当に柏餅とちまきをずっと作ってますので、あ、その 3,4,5 はもうそれにずっとですね、はい、仕事しております。 FM 担当聞いたで柏餅とちまきが、ちまきがプレゼント。なんと、おお、5名様に。5名様、おお、3,4,5 の3日間、じゃあ毎日プレゼントを、ちまきと、ちまきと柏餅を1個ずつ、串団子、串団子、串団子。そこ串団子を作ってないので、ちまきと柏餅を、もう 毎日先着5名、じゃあ5名様、先着5名、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。じゃあ瀬戸山さん、言ってみるもんですね。はい、言ってみるもんです。自分はあの5月3日の日に長洲のキング祭りの方に、はい、はい、あの出店してとか、あの行ってまいります。あの PR を兼ねて。 FM 担当聞いたで、はい、大変申し訳ありません。何もあのプレゼントするものがありませんので、まあ、金魚、はい、金魚は長洲町さんのものなあ。ジャーボグッズ、ジャーボグッズ、ね、ジャーボグッズとかは小さいお子様限定で、あの申し訳ございませんけれども、うちの方はジャーボグッズはあのうちの方扱っておりませんので申し訳ございません。あとはじゃあミスター瀬戸山グッズはないですか。そうですね、なんかあの燻製かなんか、そう、ね、自家製の燻製かなんかを、はい、あの持って行っていただいて、はい、聞いたっていう方にプレゼントしていただいて。間に合わんよ。いやいやいや、まあ、なんとこの燻製の話でエンディングが流れてきましたけども、まあ、今週は先週あんまり話してない鶴さんを喋らせようの回だったん で、はい、でね、はい、先週50秒しか喋っておりませんので、今週はちょっといっぱい喋って、で、そうですね、2週連続でちょっと来れませんので、今日はたっぷりと喋って帰ろうかなと思ってましたので、はい、来週も生放送ですか。来週も生放送ですね。生放送ですけど、はい、3人出れませんよ。急に入ってました。3人出れましたね。瀬戸山さんデートですか。いや、だって3日は長瀬町です。金魚とデートです。金魚とデート、いい、あら、ということは森さん、森さんが誰かお供を連れてくるか、はい、一人でやるか、やるか、いただきさんがいるからね。うん、大丈夫ですよ。大丈夫です、うん、
ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。すいません、いきなり入りまして申し訳ございません。ちょっとお時間になってきておりますので、番組では温かな、応援メッセージやオブラートに包んだ優しいご批判メッセージをお待ちしております。宛先は、793@fmtanto.jp までです。またふるさと大牟田屋の Facebook ページもチェックしてみてください。申し訳ございません、Facebook ページもチェックしてみてください。今日は鶴さんがメインの MC として、メインの MC メイン MC として、はい、大事なとこ噛まれるとこれ何やったんだろうなと思って、はい、メイン MC としてされてましたけど、どうでしたか鶴さん。いやいや、もう内田さんと一緒にね喋って、はい、ね、結局ずっと打ち合わせ通りに来たかなっていうところがありまして、もう私も鶴さんがなんか元気よく喋ってる姿をただ見ている、はい、そうですね、とこで、はい、安定したダブルメガネでお送りいたしました、はい、ありがとうございますそれでは大牟田物産振興会がお送りしました、ふるさと大牟田屋、また来週5月3日水曜日午後2時からに開店いたします。それでは本日は閉店いたします。ご来店ありがとうございます。